今回はバディメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バディメタルって、今や世界で人気のメタルアイドルグループだよな。そうよね。私も大好きよ。で、よく話題になるのが、バディメタルのバックバンド、神バンドだぜ。神バンドって、本当にすごいよね。神バンドは、ベース、ギター、ドラム、キーボードの4人組で、全員日本人じゃないんだぜ。え、そうなの？全員日本人だと思ってたわ。そうなんだぜ。実は、ベースのボハさんだけ日本人なんだ。へえ、そうなんだ。じゃあ、他のメンバーはどこ出身なの？ギターのレダさんは、元は日本のバンド、ラウドネスのギタリストだったんだぜ。ラウドネスって、有名なバンドよね。そうだな。レダさんは、日本でかなり有名なギタリストなんだ。すごい。ドラムの青山秀樹さんは、元は日本のバンド、ガルネリウスのドラマーだったんだぜ。ゴールの兆しも知ってるわ。青山さんは、日本でもかなり有名なドラマーなんだ。なるほど。キーボードのミキオさんは、元は日本のバンド、ギョスト&シャドウズのキーボーディストだったんだぜ。ゴースト&シャドウズは初めて聞いたわ。ミキオさんは、日本でもかなり有名なキーボーディストなんだ。ということは、神バンドのメンバーは、みんな日本の有名バンド出身なんだ。そうだな。だから、神バンドの実力は世界レベルと言えるんだぜ。やっぱりそうなんだ。神バンドは、バディメタルの曲をさらに魅力的に演奏してくれるんだよな。確かに。神バンドの演奏がなければ、バブメタルは、ここまで人気にならなかったと思うわ。そうだろうな。神バンドの存在は、バディメタルにとって欠かせないものなんだぜ。神バンドの演奏は、本当に厄介よね。神バンドは、バディメタルと一緒に世界を駆け巡っているんだぜ。すごいわ。バディメタルは、日本を代表するアイドルグループの一つとして、世界で活躍しているんだぜ。これからも、バブメタルの活躍を応援していきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はバディメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バディメタルは、2010年に結成された日本の女性アイドルグループだぜ。そうなのね。メンバーは、スメタル、ユイメタル、モアメタルの3人だ。3人だけなのね。そうだな。でも、バックバンドの神バンドも重要な要素なんだ。神バンドって、どんなバンドなの？神バンドは、バディメタルの楽曲を演奏するバンドで、メンバーはボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードの5人だ。5人って、結構多いのね。そうそう。神バンドは、バディメタルの楽曲をより魅力的にするための重要な要素だぜ。なるほどね。バディメタルは、メタル音楽とアイドルの融合という、新しい音楽ジャンルを確立したんだ。メタル音楽って、激しい音楽よね。そうだな。でも、バディメタルは、メタル音楽の激しい要素と、アイドルの可愛らしい要素を融合させて、独自の音楽ジャンルを確立したんだ。へえ、面白いわね。バディメタルは、日本国内だけでなく、海外でも人気が高いんだぜ。そうなの？特にアメリカやヨーロッパでは、大きな人気を獲得しているんだ。海外でも人気なのね。バディメタルは、海外の音楽フェスにも出演しているし、海外のメディアからも注目されているんだ。すごいわね。バディメタルは、日本初の音楽ジャンルとして、世界で活躍しているんだ。素晴らしいわね。バディメタルは、今後も世界で活躍していくと思うぜ。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバディメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バディメタルって、今や世界的に有名なメタルアイドルグループだよな。そうよね。あの、激しいパフォーマンスと、キャッチーなメロディーが最高よね。特に、あの独特のメタルサウンドは、多くのファンを魅了しているんだ。うんうん、私も大好きよ。でも、バブメタルって、メンバーが変わったって聞いたんだけど、本当なの？ああ、それは事実だぜ。え、そうなの？どの人が変わったの？元メンバーのユイメタルこと中元鈴香織が、2018年に脱退したんだ。YUI メタルが脱退したの？なんで？理由は公表されていないけど、いろいろ言われているんだぜ。いろいろってどういうこと？体調不良とか、
活動休止とか、いろいろ噂されてるんだ。そうなんだ。でも、なんで、YUI メタルが脱退したのか、すごく気になるわ。UI メタルの脱退は、バビーメタルの歴史における大きな転換点だったんだ。どういう意味？UI メタルの脱退によって、バビーメタルは新たな章を迎えたと言えるんだ。新たなアキラ？どういうこと？ UI メタルが脱退したことで、バビーメタルは新たなメンバーを迎えることになった。新しいメンバー？誰なの？新しいメンバーは、スメタルこと中元鈴香織と、モアメタルこと水の湯結ぶの二人になったんだ。YUI メタルが脱退したのに、SU メタルとモアメタルは残っているの？そうだな。スメタルとモアメタルは、バビーメタルの根幹をなす存在だからな。なるほど。でも、新しいメンバーは誰なの？新しいメンバーは、姫メタルこと平手ゆりなだ。平手ともりな？欅坂46の？そうだな。平手ゆりなは、2019年にバビーメタルに加入したんだ。平手ともりながバブメタルに？そうだな。平手ゆりなは、UI メタルの後継者として、バビーメタルに加わったんだ。でも、平手ともりなは、欅坂46を卒業したよね。なんでバブメタルに？平手ゆりなは、欅坂46を卒業後、新たな道を探していたんだ。そうなんだ。そして、その新たな道が、バビーメタルだったんだ。平手ともりながバブメタルに加入したことで、バブメタルは、さらに進化したんだ。そうだな。平手ゆりなは、バビーメタルに新たな風を吹き込んだんだ。平手ともりなが加入したことで、バブメタルは、さらに注目を集めるようになったわね。そうだな。平手ゆりなの加入は、バビーメタルにとって大きなプラスになったんだ。でも、平手ともりなは、バブメタルに加入してから、あまりメディア露出がない気がするわ。それは、平手ゆりなが、バビーメタルに専念しているからだろう。そうなのか。平手ゆりなは、バビーメタルの活動に全力を注いでいるんだ。なるほど。平手ゆりなの加入によって、バビーメタルはさらに進化を遂げたんだ。今後のバブメタルの活躍が楽しみね。今後のバビーメタルは、さらなる進化を遂げるだろう。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、今や世界的に有名なメタルアイドルグループだな。そうよね。最近、よく耳にするわ。でも、よく考えたらバビーメタルって、メンバーは日本人なのに、神バンドって外国人ばっかりなんだよな。確かに。なんでだろう？それはね、バビーメタルの音楽性の根底にある理由なんだぜ。音楽性？バビーメタルの音楽は、メタルにアイドル要素が融合した、まさに新時代の音楽なんだ。なるほど。そのメタル要素が、神バンドの他国籍に繋がってるんだぜ。どういうこと？メタルっていうのは、もともと欧米発祥の音楽なんだよな。そうなのね。だから、メタルの演奏に精通したメンバーを集めようとすると、どうしても外国籍のミュージシャンが多くなってしまうんだぜ。なるほど。さらに、バビーメタルは、メタルの伝統的な演奏方法に、日本のアイドル文化を取り入れた、新しい音楽を目指しているんだ。それが、神バンドの外国人メンバーにつながっているの？そうなんだぜ。メタルの伝統的な演奏に精通している他国籍のミュージシャンが、バビーメタルの音楽の深みと幅を広げているんだ。つまり、神バンドは、バブメタルの音楽性を表現するために、必要な存在ってことね。まさにその通りだぜ。神バンドの存在があってこそ、バビーメタルの音楽は完成するんだ。深い。バビーメタルは、日本のアイドル文化と欧米のメタル文化を融合させた、まさにグローバルな音楽グループなんだぜ。世界中で愛される理由がわかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって知ってるよな？もちろんよ。あの、3人の女の子がメタルを演奏するグループよね。そうそう。最近話題になってるんだぜ。特に海外での人気がすごいんだ。そうなのね。私も、最近、よく聞くようになったわ。バビーメタルは、スメタル。
ユイメタル、モアメタルの3人で構成されてるんだぜ。3人とも、すごく若いのに、歌もダンスも上手よね。そうだな。特にスメタルの歌唱力は圧巻だぜ。SU メタルって、本名は中本鈴香織さんっていうの？そうだよな。元アイドルで、芸能活動してたんだぜ。そうなんだ。知らなかったわ。バビーメタルの音楽は、メタルサウンドにアイドル要素が組み合わさってるんだぜ。確かに、メタルっぽいんだけど、アイドルっぽくもあるわね。バビーメタルは、海外のメタルフェスにも出演してるんだぜ。すごいわね。日本のメタルバンドは、海外では、なかなか受け入れられないって聞くけど。バビーメタルは、メタル界隈で注目されてるんだぜ。どうして、そんなに人気があるのかな？バビーメタルは、メタルの新しい可能性を提示してるんだぜ。新しい可能性？メタルって、従来は男性中心の音楽だったんだぜ。でも、バビーメタルは、女性が中心になって、メタルを表現してるんだ。なるほど。それに、バビーメタルは、アイドル要素を取り入れることで、メタルをより多くの人に知らしめているんだぜ。メタルって、ハードなイメージがあるけど、バブメタルは、アイドルっぽくて親しみやすいわね。バビーメタルは、メタルの枠にとらわれずに、独自の道を切り開いているんだぜ。すごいわね。バビーメタルは、日本のメタルシーンに新しい風を吹き込んだんだぜ。確かに、バブメタルは、今までにないタイプの音楽よね。バビーメタルの今後が楽しみだな。私も、これからも、バブメタルの活躍を見守っていきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、アイドルとメタルを融合させたユニットだよな。そうよね。メタルって、激しい音楽のイメージがあるんだけど、バブメタルはアイドルらしさもあって、不思議な魅力があるわよね。そうだな。バビーメタルの音楽は、ヘブイメタルのサウンドに、アイドルらしいポップなメロディーが組み合わさって、中毒性が高いんだぜ。確かに、聞けば聞くほど、癖になるわよね。バビーメタルの魅力は、音楽だけじゃないんだぜ。そうなのね。バビーメタルは、パフォーマンスも魅力の一つなんだ。パフォーマンス？バビーメタルのダンスは、キレッキレで、見てて飽きないんだぜ。特に、スメタルのダンスは、圧巻だ。SU メタルって、あの、赤い衣装を着てる人よね。そうだな。スメタルは、ダンスだけでなく、歌もうまいんだぜ。彼女の力強い歌声は、バビーメタルの音楽に、さらに深みを与えてるんだよ。すごいわね。そして、バビーメタルには、ユイメタルとモアメタルという、二人のダンサーがいるんだ。ユーメタルとモアメタルね。二人とも、ダンスが上手くて、可愛いわよね。ユイメタルとモアメタルは、スメタルをサポートするだけでなく、自分たちも個性を発揮して、バビーメタルのパフォーマンスを盛り上げてくれるんだぜ。バブメタルは、三人のメンバーで、それぞれの個性があって、バランスが取れてるわよね。バビーメタルは、世界中で人気があるんだぜ。そうなのね。バビーメタルは、海外の音楽フェスにも出演してるんだ。海外のファンからも、熱狂的な支持を受けてるんだよ。すごいわね。世界中の人に愛されてるなんて。バビーメタルは、日本のアイドルグループでありながら、世界に通用する音楽を作り出してるんだぜ。素晴らしいわね。バブメタルは、日本の音楽シーンを、大きく変えた存在なのかもね。バビーメタルは、これからも、日本の音楽シーンを盛り上げていくと思うぜ。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はブラックピンクとバビーメタルの世界的人気について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まずは、バビーメタルの海外人気は、日本のメタルシーンを世界に知らしめた功績は大きいんだぜ。そうよね。ヘブイメタルという、日本ではマイナーなジャンルを、アイドルと融合させて世界に発信したんだぜ。確かに、バブメタルの楽曲はキャッチーで、メタル初心者でも楽しめるわよね。それに、バビーメタルは、ダンスパフォーマンスにも力を入れてて、観客を魅了するステージングも魅力なんだぜ。確かに、あの激しいダンスは、見てて飽きないわよね。しかし、ブラックピンクは、バビーメタルとは異なる魅力で世界を席巻したんだぜ。ブラックピンクは、アイドルグループとしての魅力が強いよね。
ブラックピンクは、洗練された楽曲と、メンバーそれぞれの粉魅力で、世界中のファンを魅了してるんだぜ。あの粉ファッションも魅力よね。それに、ブラックピンクは、K-POP という、世界で人気のジャンルで活動してるから、海外での知名度も高いんだぜ。確かに、K-POP は、世界中で人気よね。ブラックピンクは、K-POP グループの中でも、特に世界的な人気を誇る存在なんだぜ。それは、やっぱり、メンバーの実力があってこそよね。そうだな、ブラックピンクは、メンバー全員が優れた歌唱力とダンススキルを持つんだぜ。それに、楽曲も洗練されてて、聴き心地がいいわよね。ブラックピンクは、世界中の音楽チャートで上位にランクインするほど、楽曲の質も高いんだぜ。それだけ、世界中の人々に愛されてるってことよね。ブラックピンクは、世界ツアーも成功させるなど、その人気は確実なものになってるんだぜ。すごいわね。ブラックピンクは、世界中のファンを魅了する、最強のアイドルグループなんだぜ。確かに、ブラックピンクの魅力は、世界中の人々に届いてるわよね。ブラックピンクとバビーメタルは、どちらも世界で人気のグループだけど、それぞれの魅力でファンを魅了してるんだぜ。どちらも素晴らしいグループよね。これからも、ブラックピンクとバビーメタルが、世界を舞台に活躍してくれることを期待してるぜ。そうね。これからも、世界中の人々を楽しませてくれることを期待してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。バビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、今や世界で人気なメタルアイドルグループだよな。そうよね。最近、よく耳にするわ。昔は、アイドルがメタルやるって、ちょっと変な感じだったけど、今はもう当たり前みたいになってきたよな。確かに、昔は驚いたわね。でも、今では、かっこよくて人気があるから、私も好きよ。バビーメタルの魅力って、なんだと思う？なんだろう。歌もダンスも迫力があって、見てて飽きないわ。それに、メタルなんだけど、可愛らしさもあるのがいいわよね。その通りだぜ。バビーメタルの魅力は、まさにそのギャップにあるんだ。ギャップ？どういうこと？メタルって、本来は激しい音楽で、男イメージが強いだろ？そうね。でも、バビーメタルは、そこに可愛らしい女の子たちを組み合わせることで、今までになかった新しい世界観を作り出したんだ。なるほど。だから、みんな引きつけられるのかしら？そうだな。それに、バビーメタルは、世界的に見ても珍しい存在なんだ。珍しいって、どういうこと？アイドルがメタルをやるってだけでも珍しいのに、バビーメタルは、さらに独自の文化や世界観を持っているんだ。具体的には、どんな文化や世界観なの？例えば、バビーメタルは、日本の伝統文化を取り入れたパフォーマンスをすることもあるんだ。そうなのね。だから、海外の人も興味を持つのかしら？そうだな。バビーメタルは、日本の文化を世界に発信している面もあるんだ。すごいわね。そして、バビーメタルには、ファンを魅了する要素がたくさんあるんだ。例えば、メンバーそれぞれのパフォーマンスや個性、それから、楽曲のクオリティも高いんだ。確かに、メンバーそれぞれの個性は強いわね。それに、バビーメタルは、ライブパフォーマンスも素晴らしいんだ。ライブに行ったことないけど、きっとすごいんだろうな。一度見たら、きっと忘れられないだろう。機会があったら、ぜひ見てみたいわ。バビーメタルは、今後も世界で活躍していくと思うぞ。私もそう思うわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、今や世界的に有名なアイドルグループだよな。そうよね。最近、よく耳にするわ。でも、バビーメタルって、一体どんなグループなんだ？って疑問に思う人も多いんじゃないかな？確かに、よくわからないまま、なんとなく人気があるってイメージしかないわ。まず、バビーメタルは、アイドルとメタルを融合させた、新しいタイプの音楽グループなんだ。アイドルとメタルって、意外な組み合わせね。そうだろう？しかも、その融合っぷりが半端ないんだぜ。具体的に、どんなところが半端ないの？例えば、アイドルらしい可愛い衣装を着てるんだけど、演奏はヘブイメタルなんだぜ。なるほど。可愛い見た目と、
激しい音楽のギャップが魅力なのね。まさに、そのギャップがバビーメタルの魅力なんだぜ。でも、メタルって、ちょっとハードなイメージがあるわ。確かに、メタルは激しい音楽だし、見た目も派手なイメージがあるよな。だから、バブメタルが、メタルっていうのは、ちょっと意外に思えるわ。でも、バビーメタルのメタルは、一般的なメタルとはちょっと違うんだぜ。どういうこと？バビーメタルのメタルは、アイドルらしさを取り入れた、キャッチーなメロディーが特徴なんだ。アイドルらしさを取り入れたメタル？そう、例えば、歌は、アイドルらしい可愛らしい歌い方なんだけど、そこにメタルの要素が加わっているんだ。それは、聞いてみたいわ。実際に聞いてみれば、わかると思うぜ。機会があったら、聞いてみるわ。バビーメタルは、メタル好きだけじゃなく、アイドル好きにも人気なんだぜ。なるほど。幅広い層に受け入れられているのね。そう、バビーメタルは、メタルとアイドルという、一見、異なるものを融合させたことで、新たな音楽ジャンルを生み出したんだ。バブメタルって、本当にすごいグループね。他にも、バビーメタルには、多くの魅力があるぜ。例えば？例えば、バビーメタルのメンバーは、実力派のミュージシャンなんだぜ。そうなのね。特に、バビーメタルのギタリストである、ユイメタルは、高い演奏技術を持つことで有名なんだ。ユイメタルって、そうだったのね。ユイメタルは、バビーメタルの音楽を支える重要な存在なんだぜ。ユイメタル、すごいわね。他にも、バビーメタルには、魅力的なポイントがたくさんあるぜ。いろいろ教えてくれて、ありがとう。どういたしまして。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。